中国語版が。あ、すみません、あのテトラビウルスじゃない、他の先生図書です。ただあの、テトラビウルスの影響を受けたものですけどね。明の頃に。そうです。で、出版というか広まったのは明の頃になりますけどね。元から明にかけて。それは随分は、元から明にかけてっていうのは最近って言うんですか？古代。いや、それはもちろんイスラームのからですよ。イスラーム、アラビア語、オリジナルアラビア語で、それがペルシャ語に翻訳されて中国語にってことです。でも伝統はギリシャから来てる、相変わらず来てますけど、ね、伝承してますけど。これあれですか、日本には、まあ、中国から影響がこう伝わってるわけですよね。はい。あれとこのこういうものとの何か接点があるんですか、それとも影響し合ってるっていうか、そういうことあるんですか、ね、え、中国の影響。あ、影響。日本のほとんどは影響ですよね。スクヨードとかで、それは言われてます、まあ、星、やっぱり星になってるし、そうです。だから中国、実はこれは西洋先生、今日の話は西洋、いわゆる西洋先生じゃなくて、中国はまあ中国ということは別にあります。だからそれは近代まで影響というのはない。全く別なものとして。はい、どうぞ。プトレマイオス以前のプラトンとかアリストテレスの時代には、まあ、BC 5世紀というお話だったんですけど、どのように扱われたというのと、以前、もう一点あるんですけど、以前はパリ大学、大学で教えられるようになったものが、なぜ現代のこんなふうに、まあ、サブカル扱いされるように今まで衰退していったのか、あ、はい、お願いします。最初何でしたっけ。プラトン、アリストテレスの時代にはどの、実はテトラビウルスが一番古い文献じゃなくて、ギリシャ語でも。紀元1世紀ぐらいの、まあ、100年ぐらいしか違わないですけども、それがあと、1世紀ぐらいの文献、その先生書は残っています。ただプラトン・アリストテレスの頃はまだそんなに表に出てきてないですね、先生は。だから、まあ、先生書も一番新しくて1世紀ぐらいで、ドロテウスという人物なんですけども、それ以前のものは実はよく分かってないんですよ。それからもう一つは何でしたっけ。以前はパリ大学で教えられたものが、なぜこんなふうに衰退してしまったのか、はいはい、先生術は今までに2度衰退した、西洋先生術は2度衰退したと言われています。それはキリスト教によって批判されたわけじゃない、それで衰退されたことに一度もない。二度っていうのは、最初は古代末期です。つまりゲルマン民族の移動で、西ローマ帝国がガタガタになって、教育制度が崩壊して、教育体制が崩壊して、だからさっきの17巻も伝えられる、もうラテン語、ギリシャ語どころか、ラテン語がもう分からなくなってきた、してしまったわけですね。そういう時にもう教育制度がなくなって、ガタガタになりますから、先生術どころじゃないわけですね。そこで衰退する。で、もう一回衰退したのは17世紀以降の近代科学革命以後ですね。科学主義の時代、19世紀ぐらいまでそこで一旦衰退します。しかし20世紀になって、また、まあ、今のような不安定な時代になるとまた復活する先生。だから17世紀だからパリ大学の中世ルネサンスで華やかだった先生術はやっぱり近代科学の17世紀以降、近代科学とともに先生術は学部でなくなってる、科学でなくなってるっていうことです。だと思います。はい、先生術を開始したときは、初めは数式を使えなくて、それのうちで数理天文学っていうものが出てきたというお話があったかと思うんですけども、はい、やはり数理天文学みたいな、そういう数学っていうか、幾何学とかっていう考え方が、やはり天文学には必要な、まあ、ベースとなる部分もあると思うんですが、そういう学問が伝わっていく伝播の仕方っていうのは、その文化圏によっても違うと思うんですよ。ゼロの発見があったりとか、はい、そういったものと、こういう先生、こういうものが翻訳されていく過程のつながりの、っていうか、まあ、つなが、なんて言ったでしょう、影響みたいなもの、どういうものがあるんですか。ちょっと難しい問題ですけども、古代メソポタミアでは、天文学は、幾何学的じゃないです。幾何学的なあくまでギリシャです。ギリシャの話で、はい、数理的なんですね。算術的です、古代メソポタミア。だからそういう文化の違いはあります。でだからホロスコープなんていう、ああいう図はやはりギリシャ以降の話ですね。あれもやっぱり幾何学的な発想だと思いますけども、
で、だから幾何学という学問が、まあ、ギリシャで成立してからはもう天文学を幾何学的に解釈するという伝統はずっとイスラムを続いていますね。西洋もずっと、これはコペルニクス以降もずっとそうです。だからどうなんですか、それで答えになりますか。翻訳過程の訳数過程で、まあ、差が出ることに対する影響みたいなことがあったのかな。いや、もともとイスラムの場合じゃないですから、なかったものですからね、外来のものですから、問題ないと思います。もちろんその文化的な、今文化的な問題は、例えばギリシャは多神教ですから、神々って出てくるわけです。それをじゃあアラビア語で訳すときに神々って絶対訳しちゃいけないです。アッラーですから単数形にしなきゃいけないわけです。それから子供を虐待に関するとかですね、子供の遺体を解剖するとかって絶対翻訳しないです。というのはイスラムでは子供虐待絶対タブーですから。だからそういう文化的な、ね、変化ってあるんです。だから直訳絶対しないです。だからそれはむしろ面白いですね、文化的に見ると。翻訳といったからだって我々が考えるような翻訳じゃないですよね。語訳もあれば、あのいろいろあるんですね。ベネディクションという神をありますよね、アッラーに称えあれって。ところがそれをラテン語訳見るとアッラーに呪いあれとマレディクションになるけどねそういう、それはそういう文化的な面白さというかね、あれはあります、翻訳といってもね、うん、そこがまた逆に面白いところ。歴史的になんか天文学は賢い母で、占星術は愚かな娘とか、すごく天文学者とかに占星術が投げ詰まれてきたと思うんですけど、先ほどのお話だとテトラビブロスの中では天文学と占星術があくまで並列で書かれていて、当時はその2つは同じぐらいと運ばれていたんでしょうか。同じぐらいかどうかわからないけど、同じぐらいかな、学問として扱われて。ただ今の先ほどの例えばケプラの例えですね、やっぱりケプラの頃になればもう完全に占星術は生活の糧としてやって、 学問としては天文学、まあ、あの頃天文学で飯を食うってことはできないですから、天文学者っていう職業が大体ないですからね。だから占星術で食べていくっていう、まあ、そういう言葉になったと思いますけどね。だからまあ、それほどの差はかつてはなかった。だからラテン語のアストロロギアとアストロロジアの違いというのは、言葉は2つあるんですけども、中身が区別されたことっていうのはあまりない。で、逆の意味の時代もあったとか、いろいろ錯綜してます。ただ言葉はあったけども、必ずしも区別していたかどうかはまた別問題だと思いますね。もちろんイスラムの中でも哲学者でもう先生を徹底的に批判している人もいます。天文学者とか哲学者の中でもいますけどね。ちょっと天文学、占星術を学問の手段として使うのは非常に有利な点が一つある。それは文献がたくさん残っている。なぜかというと、それだけ人々がこれに関心があって、それで写本を書き伝えていたということですね。だからいくら立派な学問でも文献の少ないところ、分野もあるかもしれないけど、占星術というのはこれ非常に文献が多い、残されています。だからアラビア語の写本っていうのはもう、まあ、中東を中心に欧米にたくさん残っているんですね、うん、まあ、だからこれとても一人や二人で読み切れるようなものは大変なものなんですけど、だからその研究する対象としては非常に材料があるっていうのは一つ有利だねあまり参考にならないかもしれないですけど。大丈夫ですか。後で質問しようと思っても止めますか。ダメです。そしたら先生ご自身が一番興味を持って研究されている時代は、アバス朝の時代の中で一番興味を持っている時代というか、すごく多岐にわたると思うので、
あのやっぱりメスあのアスラムの初期イスラムですね、8世紀から10世紀ですねの の頃です。で今やっている研究はじゃあ何かって言いますと、まあ、いくつか並行してるんですけども、そのさっきのテトラビブロスですね、これも2つのアラビア語のエディションを肯定するっていう、肯定っていう意味はお分かりでしょうか。英語でエディットって言うんですけども、写本集めてそれから一つのテキストを作るってことですけども、それをギリシャ語と比べるっていう、これが大変なんですけど、それとあとテトラビブロス、やっぱり日本語に翻訳しろとよく言われるんですけども、実はこの日本語の翻訳するってのは、日本語に限らず近代語に翻訳するってのは難しいんですね。というのはこのテトラビブロスってやっぱり分からないこといっぱい書いてあるんですね。分からないことってやっぱりテキストが不十分なんですね。先ほど言いましたけど、一番古い写本で12、3世紀です。だからテトラビブロス書かれてから何百年も経ってる、千年以上経ってるのと。ところがアラビア語に翻訳されたのは8世紀、9世紀ですから、これが面白いところで、つまりギリシャ語の写本よりも古い写本を使ってるわけですね。だけどそのアラビア語の写本ももっと新しいですけど、ただ翻訳は古、その今残っているギリシャ語写本よりも古いものを使ってたんですから、それは参考になるかもしれない。ですからそこのところうまいことこう使って肯定するっていうのが一つの仕事として残ってるんですけど、いつ終わるかどうかわからないです。それからもう一つは、先ほど歴史先生術の話をしましたけど、その時に、まあ、小弓は一切出さなかったんですけど、アブーマーシャルって聞いたこと皆さんあるかどうかわからないですけど、これは中世イスラム、あるいは中世ヨーロッパ、世界で最も有名な先生術師です。ラテン名はアルブマサルという。で、彼は重要な先生術師をいくつか書いて、まあ、これはカリフルお抱えの宮廷の先生術、バグダードで活躍した宮廷の先生術師ですけど、彼の書いたものを一応アラビア語で全部読んでエディションを作っていうのが、まあ、今やってるところです。で今のところ2つできてます。まだあと2つある。でその歴史上先生術を哲学的に説明しようとした人は2人いると。1人はさっき言ったプトレマイオスですね。でもう1人がそのアブマーシャルです。アルマーシャルがやはりアリストテレス哲学を使って説明しようとする。だからちょっと普通の町の先生術師と違うんです学問的な先生術だから、これこの辺に興味があってやってます。ちょっと聞き出しちゃったかもしれないんですけれど、最初の方で、アッパースターの正当性をご主張するために歴史先生が、はいはい、具体的に、はい、でいっぱいあるんですけど、ね、その手法が例えば、570年ムハンマドが生まれた年の春分の日のホロスコープ、それから749年のアッバス朝が誕生した年の春分の日のホロスコープとか、そういう節々のホロスコープを比べて支配線がこう変わってると、その支配線に順番があるんだけど、そのちゃんと順番通りになってると、ちょっと説明難しいですけどね。英語で書いた英訳したものがありますけど、それをどうしようかな、ちょっと口で説明するんだ、 あるいは私の書いた論文を読んでいただければ日本語で書いた論文がありますけど、後でお教えしますけど、簡単にちょっと言えない。